せーの、温泉は、はい、林ココです。白川瑞奈です。せーの、温泉女子高生です。イエイ、さあ、始まりましたけれども、なんと、もう久しぶりですね。あれだって、2ヶ月半ぶりらしいよ。めっちゃ久しぶり。皆さん、お元気ですか？元気かな？元気だといいね、みんなが。ね、多分見てくれてるってことは大丈夫じゃん、はい、そうだね、うちらも元気ですよ。はい、というわけで、まあ、今回はその前回の配信が12月の終わりとかだったんだよね。そう、本当になんか31日、来年も頑張ろうねみたいな話をしてて、そう、終わってんのよ。だからちょっと年明けてからね、3月入りまして、今何を私たちしてましたかってことをちょっと報告し合いましょうよ。そうだね、はい、私から。あ、じゃあどうぞ。年明けて、うん、お正月お家でゆっくりしてました。おで、1週間ぐらいしないうちに、うん、ダンスレッスンが始まりました。おお、あ、結構しっかり遡るね。で、うん、2月に入ったら舞台の稽古が始まりました、うん、はい。で、中旬から舞台がありました、うん、で、今3月です。3月です。いや、お仕事流れはそういう感じだったのね。そう、そうだよね、だってざっくり2月の末まで28位とかまでやってたよね。あ、お誕生日だったんだよ、しかも。先週ロックで。おめでとうございます。二十歳になりました。こっちだね。でも私もすぐ3ヶ月後には私も20歳で追いついてるから。2人とも20歳になっちゃいますね、今年は。制服着てる20歳。まだ20歳は大丈夫、多分。本当？わかんないけど。え、そう、私もね、そう、この前なんか制服を着る機会があったんだけど、その時に、え、あと5年ぐらいいけるよって言われた。から多分うちら大丈夫よ、あと5年ぐらいは。やった。ありがとうございます。はい、そう、みずちゃんそんな感じだったんだね、うん、私は、まあ、年末は無事に実家に帰れて、そう、ちょっと年始の方までちょっとね、数日、地元で過ごして、で、あとは、まあ、帰ってきてからはですね、私ランガールズランっていうユニットやってるんですけど、もう知ってる方いらっしゃると思うんですけどね、ランガールズランがそのミニアルバムを4月に出すんですよ。だからそれの制作が結構進んで、どんどん1月から入ってきたって感じですね。なので結構その新曲のレックとか、あとは振り入れとか MV 撮影とか、あとはその皆さんとこうお会いする機会とかイベントとかライブとかも結構あったので、毎週あったので、割とこう私の元気な姿はみんなには見せてたんじゃないかなって思いますね。そんな感じの、気づいたら怒涛の3月みたいな、気づいたら3月になっていたみたいな、そんなだったかもね、感じです。私も元気にだし、充実したというか、結構お仕事をたくさんやらせてもらってたかなと思いますね。はい、お仕事はそんな感じかな。はいはい、なんかプライベートとかはありますか？舞台が無事に終わったので、うん、そして親友が春から就職してしまうので、ディズニーに行ってきました。お祝いだ、それはお祝いだ、うん、いいよ、もうあんな動いて、だってアサルトリリーでしょ、盾もあるよ、盾もあって歌も踊りもあるんだよね、うん、そんな頑張ったからお誕生日迎えたし、行ってくださいよ、それはもう。親友も誕生日が3月なので、うん、あ、そうなんだね。じゃあお互いにお誕生日プレゼントって感じだね、2月と3月で。いや、いいですね。いや、いいね。今ディズニーってどんな感じなの？今ね、うん、ファストパスがなくって、お、なんかスタンバイパスって言って並ぶのにパスがいる、うん、え、そっからもう選ばれし者しか乗れないってこと？すごい ね、時間になったらそれが取れるんだけど、うんうんうん、なんか時間指定でそのスタンバイパスを取って、はい、だから並ぶ列も1列になってて、でもその待ち時間も3、40分とかするから、あ、なるほどね。あ、じゃあ、うん、なんか割とスッキリも乗れるし、うんうん、結構ディスタンスも取れるって感じなんだね。だからなんか全盛期っていうか、このコロナ前のディズニーと比べたら
めっちゃ歩くかも。ああ逆にね、なるほど、その感覚はなかったわ。確かに混んでる時って人が多すぎて全然進めないもんね。そうなんだ、楽しそう、いいな、行きたいな、空気を感じたい、その夢の国の。嬉しいよね。ねもうあそこのさ近辺でイベントとかあったりするとさ必ずその通るじゃない例の駅を、もう降りたいってすごい思うんだけど。そうそうそう、いやでもいいね、そのぐらい取れてたらなんか全然少人数で行けば大丈夫そうだね。いいな。どうでした？私はですね、私はでも結構まあそのなんて言うんだろう、やっぱさ解禁前のお仕事とかもさ結構あるから、なんかこいつ何してんだみたいなみんなに思われたところもあると思うんだけど、なんか空いてる日は舞台見に行ったりとかしてましたね。もともと舞台すごい好きなんですけど、今回見れてよかったなって思ったのが雨に歌えばの舞台化してて、雨に歌えばって映画があるじゃないですか、ミュージカル映画が。それ の, その向こうの本場のキャスト、ロンドンのキャストの方たちかな、があれどうだったっけ、多分そうなんだけど、方たちが実際に日本に来て公演やってらして、そうで、ほんそうなの、たまたま本当に平日の午前中に明日空いてるわと思って見に行こうと思って当日券取って見に行ってみたいな。すごいのよ、なんか雨に歌えばって有名なシーンがあって、その土砂降りの雨の中で主人公があの I sing in the rain って歌うっていうシーンがね、あそう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 あるんだけど、それを本当に舞台でもやってて、なんか一幕の終わりぐらいにバーって雨が降ってきて舞台上に、でその中で歌うのよ、アダム・クーパー氏、アダム・クーパーさんっていう主演の方がねやってて、感動したね本当に。もうもともと好きな映画だったから、こう幕が開いた瞬間にもう涙が出てきちゃって、わすごいこれが本場なんだと思って、なんか英語劇っていうかを見るのが初めてだったんだけど、あ英語劇も面白いんだなって思って、うん、ぜひぜひというか、なんか今はもうね多分終わっちゃってるかなかもしれないんですけど、なんか皆さんもぜひ。やっぱり劇場で見るのとか違うね。違うね。あとは千と千尋見れたんですよ、千と千尋の神隠し今舞台やってて。そうなの、あれねチケット本当に争奪戦でなんとか1個に勝ち取ったんだけど、いやー良かったですよ本当に、映画のまんまだった。でもなんかこう千と千尋は逆にこうプロジェクションマッピングとかをこう使うっていうよりは割とこう人道っていうかこう、そう身体表現で表してて、その白様がさ千尋にさお食べっておにぎり渡すシーンあるじゃないですか、あそこの花の茂みとかも人がやってんのこれ。そうそうそうシュシュみたいな、面白い。そうちょっと冷静に考えると面白いんだけど、でもやっぱ人の力ってすごいなと思って、いや面白かったですね。ってな感じですかね、私のプライベートは。なんかもうプライベートでもとりあえず芝居のことを考える時間がすごい多いかも最近。すごい本当に。ってな感じですかね。はい。まあそんなこんなで元気にやっておりますよという話ですよ。はい、皆さんもどうでしたか、はい、どうでしたか、何して過ごしてましたか、コメントでぜひ、はい、教えてください。はい、というわけでですね、このチャンネルでは私たちにやってほしいこと皆さんから募集しておりますので、画面下の概要欄チェックして送ってみてください、よろしくお願いします。高評価、あとさっきも言ったんですけど何してたかぜひコメントで教えてください、お願いします。というわけで以上、せーの、温泉女子高生でした。バイバーイ。